皆さんこんにちは今回ですね私2日前にタウンホール9にあげたんですけれどもあのやっぱ何を順番にあげたらいいかっていうのがやっぱ本当に分かんなくなるっていうかタウンホール9ですごいそのアップグレードできる施設がすごい増えてるっていうかめっちゃ多いのでそれについての話をしていきたいと思います私2日でですねちょっとあちと巨大クロスボウ2つちょっと設置してしまったんですけども、まあ、これは結構廃人みたいな。 時間が <laughs>、すみません。時間がないときついので、えあ、ー、げるその順番のポイントとしては、えー、多くの人が考えるのは、やっぱ安い順に上げていこうっていう考えが一般的だと思うんですね。えー、例えば、大砲が320万、そしてアーチャーが500万かかるんですけれども、えー、その安いのから上げていくのではなくて、その村に、村に重要な防衛施設から上げていくっていうのがすごく重要なだと思うんですよね。えー、私はまあ、 巨大クロスボウが出来上がったら、まあ、2、3と、どんどん上げていこうと思います。えっと、やっぱり巨大クロスウってすごい、700万とか、確か2から3が、700万ゴールドとか、そういう桁違い、桁違いというか、本当ほんと桁違いな感じなんですけども、まあ、そこは本当に村を強くする、えー、優先順位はですね、ほんと村が強くなる、というものを上げていくことをおすすめします。やっぱりウィザードの塔であったり、迫撃砲、まあ、大砲とか、 アーチャータワーはちょっと低いというか、まあ、低くはないですけども、迫撃砲とか、えー、ウィザードのと巨大クロスボウに比べるとちょっと低いかなと思います。おっとっとバカ野郎おそ、そしてですね、えー、っと、絶対に、あげたら絶対にあげたいのが、アーミーキャンプとラボですね。あの、クラッシュ・オブ・クランというゲームは、あの、壊せっていう意味ですよね。クラッシュ・破壊するオブ・クラン、クランを破壊しろみたいな感じですよ。 なの,でその防衛本当にその,そのゲームの名前通りですごいあの壊して壊して攻めて攻めてっていうゲームなので。 えー、ラボとアーミンキャンプはすごい優先順位はすごい高いですねなのでですけどもまあその今までこう巨大クロスボウとかラボとか上げた方がいいよって喋っていたんですけれどもそれは結果的にというか最終的にはもうプレイヤーのプレースタイルですね例えばタウンホール機せっかく9になったんだからネクロマンサーラッシュをしてみたいであったり、えー、ゴレビズでゴレビズをしたいから、えー、ゴーレムのレベルアップ用のダークエリクサーを集めたりとそういうふうにその自分の 戦術をしたいだとか戦そうです、ね、主に戦戦術術ですね戦術をしたいっていうそのプレースタイルによってその上げる順位は本当変わってきますまたあのタウンホール8の時点でどれだけ下積みをできているかによって上げる優先順位も全然違ってきますし私が結構その質問されて言うのはタウンホール9に上がった時ぐらいにはその新規防衛施設 とかまだ上がりきっていない防衛施設はターンホール6ぐらいまでは防衛施設上げときましょうって言いますねえー、っとまあ紫壁とかもおっと紫壁とかも、まあ、ターンホール6でできますし、まあ、紫壁本当強いんでねえそんな感じでやっておりますという話でしたご視聴ありがとうございました